連勝自治とは、中華民国初期に、北京政府の政治家や地方軍閥実力者が、提唱した、政治改革案。1912年1月1日、孫文は、臨時大総統宣言で、連勝自治について、国家の幅が広く、各省の風土がある。これまで新庁は、中央州憲法の講使を強行し、憲法をないがしろにした。今後各省は統一され。 相互自治が行われ、行政は中央政府と省との調整にあたる。これはすでに大抗の条文に掲げており、これが内示の統一である。と主張した。1919年、両慶長が著書の解放と改造で連勝自治を初めて提起した。彼は、一、旧体以前の議会政治を中国には望ましくないと確信しているため、 国民が法的に自治権を得なければならない。二、国家組織を全地方を基礎として、対外自統一の必要な時点まで中央集権を行う。三、地方自治を革新し、自動的に各省及び各県各市の主張に基づき、法律制定を定め、国家はこれを承認しなければならない。と主張を行った。連勝自治運動の活動家は熊丸都市で、 コナンと徳丹ノベは、この学説に、初めて反応し、熊まれ年と深い関係を持った。1920年7月22日、丹ノベは、コナン賞、民族自治を打ち出し、民生順労として、民生を、催眠戦勝調整、も、衣装局を実施し、石膏賞の露影賞、陳形名などから反応があった。昭平林は10月に、調査に招待され、 丹野部の自治を特例するために直接策動を行った。丹野部が11月2日に連勝自治を提案し、一勝自治より進歩した。昌平林は11月9日、北京の駅予報に連勝自治協計政府議を発表し、指示を表明した。1922年1月に水海南省憲法が発表されると、四川紀州省、紀州省、両好、 石膏省と法典などの地方軍閥の反響を受けた。1922年9月、古敵も正自地に基づいた連邦統一国家を主張し、超闘祖、定与、沢、半地から山などが連邦制を支持した。孫文は、連勝自治が民主主義を推進できないとして、勢力均衡制度、県単位の地方自治を主張して連勝自治に反対しており、 連邦制は逆効果だと判断した。1922年夏、孫文は、関東省、小関市に、北伐の拠点を築き、連合軍を組織して、後世を攻撃、中国の行動を統一しようとした。関東省の陳慶明は、しばらく官軍時、先立証券を掲げて反発し、激しい衝突が起きた。1922年6月16日、 陳慶明は孫文が甲州に戻った隙に、日田市観音山の総統府を砲撃し、6.16事編と呼ばれた。孫文は、紹介石や陳作などの護衛の下で、英豊かに乗って甲州を離れ、上海に撤退した。1926年、紹介石が北伐を発動して、湖南に進出して、中国統一したが、連勝自治の主張は、下火となった。 21世紀に入ってからの中華連邦主義の登場は、連勝自治の思想に橋を発している。1920年、北京で2つの連合組織、各省区自治連合会と自治運動同士会が出現した。天津市では、五省区自治運動連合事務所が成立し、上海では、旅各省自治連合会が成立した。1921年に、湖南省が、 水海南省憲法草案を出して以来、浙江省、雲南省、四川省、関東省では省憲が制定された湖北省、厚生省、貴州省、仙政省、山西省、河西省,省、厚生省、チャンス省なども政権自治を積極的に推進した。昌平林はこの連邦主義運動を連承自治と呼んだ。丹野部が水海南省を去った後も、 超公敵が将軍総司令官を務め、連地政策を推進している。1920年12月下旬、超公敵は、正治地方を発表し、四川、潜水省、雲南省、石膏省などを軍閥統治から復旧させた。湖南省憲法は1921年に、公布、1922年1月に施行され、省庁を超公敵、 小務委員長を李健能が務め、湖南省は初の自治省となった。長公敵は1922年9月、湖南省初の民選省庁に当選した。中国の湖南省の左派の人々が推進し、毛沢東、宝康、長公介を頂点にしている。1920年代、毛沢東は、吉祥建国という分離主義理念を発表し、 湖南共和国の建国と中国各省が独立することを主張した。最良の方法は中国全土での統治ではなく、各省を単純に分割し、各省の地方で統治を行う、各省人民事、定主義を実行することだ。22省と3特区の合計27カ所の地方に分けられるのが望ましい。吉省建国の主張が、 近代分離主義思想の急戦法となったことは、連勝自治の理想とは全く異なる。連勝自治は、各省が自ら改革して、新しい中国を形成することを望んでいる。吉章建国は省政府によって採択され、中国の存在の必要性を完全に否定する、湖南共和国の設立が提唱されている。こうした左派の主張は、ロシアの10月革命の成功の影響を受け、 大国は世界統一の必然的な過程に達している。都市、コナン共和国の建国は世界統一の手段である。と考えた。そのため子南省とその他の各省は中華民国の半島からすべて分離独立しなければならないと主張した。独立建国の目的を達成するために、彼らはコナン人の独立した民族性を作り出すことで、 自らの建国にふさわしい理論形成を目論んだ。毛沢東は1920年10月に大広報で、私の主張する湖南国を支持する人は、湖南省の省を国に変える必要はない。半日ではなく、前日を得よう。と主張した。1921年8月に、陳慶明が関東省で民選県庁を行い、約100人の県庁が誕生した。 一部県庁当選者の写真。北伐以前から、すでに孫文は、連勝自治運動に対して強く批判的であった。孫文は、民権主義第四項で、中国分断を図る、軍閥勢力は、野心家であり、各省の地方を切り取って、勢力家としている。雲南省の東次行、湖南省の超公敵、厚生省の陸栄帝、広東省の陳慶明、 このような連合省は、軍閥の連勝であり、人民自治の連勝ではない。これは、中国でなく、権力者にとって有益であり、分別して考える必要がある。と主張している。ありがとうございます。